ここ亀島っていう島みたいですね。ちょっとここに行ってみます。こんな島ですね。亀みたい、本当亀の甲羅みたいな感じになってる。はい、じゃあ行きまーす。あ、めっちゃ進む。ん？これは何だろう。なんかこの辺波がなさすぎてちょっと逆に怖い。なんか逆に怖えわ。何か出てきそう。なんだろうね、あの建物は。よし、着いた。いけるかな。あ、出るか。はい、ということで亀島にやってきました。ん？灯台って書いてある。海上保安庁、保安部か。亀島灯台。ここは亀島弁財天、社跡。社跡ってことで、ここにじゃあ、あ、そういうことか。ここにあったんだね。なんか、最初なんか、テーブルかなんかがあるんかなと思ったけど、違いましたね。はい、じゃあね、この亀島の周りをちょっとぐるっと回ってみます。魚が形がね、確かにこう亀の甲羅みたいにこうひし形、ひし形っていうかな、先端と最後が後ろの方がねちょっととんがってるからね。でそこにこんな感じで樹木が生えてるから、まあよりそう見えるっていうか、ああ、じゃあここあれですね、灯台やったってことですね。なんかと思った。もうほんとこうやって見たら本当なんかあれだ、亀みたい。あ、すげえな。亀の頭、亀甲羅で後ろのが尻尾ないか、尻尾じゃないな、うん、で亀の甲羅で頭。なるほどね。あれ、亀って尻尾あったっけな、尻尾あったかな、うん、はい、ということで帰ります。